さんの定点で GoPro でね、さっきから撮ってたんだけどね、ライトショット入れましょうか。これができないね。はい、なんだ、若いでしょ、子供たちも若いね、若いね、若いね、これからだね、うん、何をやるの、ね、俺なんか言えないぐらいだからねでも仕事してね、やるのがいいんだよ、やっぱり。そうだね、うん、じゃないとできないよね、持たないよ、うん、自分の親世代です、自分の親が来年50になる、あー、俺よく若いじゃん、わかるでしょ、その行動範囲はどんだけこの人ってて忙しいか、まあね、年末もちょっとね、やる予定なんで、年末はちょっとまだ今のところ練ってるんだけど、作戦はまだ場所決まってないよ、カウントダウン、カウントダウン、うん、一応まあ、込みもあるからね、場所どうしようかなっていうのね、部活のところだとね、そうですよね、人だらけだから、そうそう、あまり場所はちょっと言えないんでね、うん、皆さんちょっとやるのか、うん、ね、今日風もなくていいね、遠かった、富さん何、神奈川なの、神奈川なの、俺結構あれだよ、しょっちゅう来てると意外と望み叶ったけど、叶えてあげるかもしれないよその場、意外と結構叶えてあげてるよ、まあね、ステッカー作った記念もあるし、うん、またね、プレゼント企画もやるからね、だから逆に自分で作れるか、今まで作ってたじゃん、作ってんだけどコスト考えると ねあんま変わんないんだよね、うん、ああ、うん、で絶対失敗がないじゃん、うん、業者は失敗がある、ね、インク代とかかかるからね、うん、すごいかかるから、うん、確かに、まあ、ステッカーの素材とか見るとやっぱ厚さも違うでしょ、はい、もう薄いのね、ペラペラですもんね、うん、厚さ違いますもんね、そうだよね、うん、で耐久性見ても5年ぐらい3、5年ぐらい持つもんね、野外で、ね、そう、平塚の業者のためにね、千葉か、千葉遠いな、千葉は遠いよ、まだ千葉行くチャンスあるからね、その時来てよ、うん、こんばんは、大島さんいらっしゃい、今ね、手でやってますね、この後ちょっとね、タバコ吸ってから軽く回りましょうかね、うん、潰れててね、鶴上さん、受験、はい、ちょっとこれあれだね、はい、ください、ちょっと棒読みを切りましょう、これなんだろう、設定からやんだ、そうですね、コメント、これで完了で、完了、はい、はい、来てますよ、仏術家、先ほどね、あの例のステッカーいただきまして、ね、明日からあの俺の自転車通勤はね、自転車通勤の安全を確保されますね、もう1枚あるとね、あの下半身上半身で、ね、2枚貼れるんだけどね、もう1枚くださいとはね、さすがに言えないからね、中歩いてたら結構ガラス飛び散ってますからね、マジ事故ったんかな、皆さん、うん、わかんねえか、映んない、映んない、映んない、治りすぎるかな、どう、これが反射ステッカー、これのね、顔が今度ね、うん、あの真ん中にアップされます、あのツインテールのあのドルコちゃんのやつはあれ、うんうん、やんないの、あ、やりますよ、次に、次回、ね、次回予定、あれ可愛いんだよね、 あれね、次回予定なんですよ、うん、そこまでちょっと回んなかったあれも100枚作ると思う、あれ人気あるでしょ、だからこれが結構あるんですよ、うん、これをねなくしてからあげようかなって、うん、でこれ YouTube なんで、皆さんほら反射する、すごいでしょ、ほらこの目結構できるよねやっぱりね、業者だよね、うん、インクが違うもんそう、文字の輪郭がね、うん、滲んでないんだ、ね、あとね、こうなんかできればこう平らな段ボールみたいなってこうやっといたらいいかも、ま、回ってくるから、ステッカーって、うんうんうん、ね、こうやってだからね、これも業者です、やっぱり違うね、いいな、インクドルコちゃんいっぱい持ってんだ、うん、
あれ可愛いんだよね、何そうですね、ありがとうございます、すいませんいいですよ、ね、意外とね、これ長さが違うんですよ、うん、違うでしょ、なんでだね、いや違うんですよ、寸法的に、うん、短くしないとダメって言われたんですよ、入らないって言われたんですよ、あそう、反射はまた素材が違うんで分厚いじゃないですか、うん、だからちょっと小さくなる、カッティングするときの刃の入り具合とかで、こっちがちょっと大きいのは、これカットラインをほら増やしてるんですよ、ああそうだね、余白があるね、本当はこれ切れてるんですよ、うん、をちょっと伸ばしてるんですよ、恐怖きっと見ちゃった、うん、今日神社の写真撮ってきました、 ありがとうございます、どうもね、周りはね、ゴルフの出発の練習場なんで、ね、そうなんだよね、まるで殿山、殿山みたい、あらちょっとピンポキしちゃったな、ちょっとじゃあ行きます、大丈夫ですか、行きます、歩いてみますか、歩いてみましょうか、そう、何やったか、どうだろうね、ちょっと行きましょう、なんだかすごいな今日も人数が映っちゃう、モザイクかけてください俺結構やるんだよね、インカメインカメ、そう並べばいいんですよ、そう並べば絶対ね、そう7人の刑事、そう見れないで、あれのあれ、そうだから、はい入りますよ、なんか車来たんですか、来てない、来た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 、ちょっとこっち待機待機ね、危ないんでね、こんな感じ、ビジョン。すごいです。すごいでしょ。これナイトビジョン。でもね、危ないからこっち入ってないよ。絶対的に。確か去年ドロさんと来た時は大雨降ってたんだよね。降ってましたね、ここね。ここ来る時なんか雨降るんだよな。結構。大丈夫。ね、皆さんいらっしゃいませ。よくできてるね。ほら、ステッカー。ステッカー。ステッカー。こんな感じです。まあ、今日は暖かい方じゃないのかな。ね。狭いね、そう歩行者道路はあるんですけどね、こう今当たってるのがね、そうなんですけど、でもね、全部こう寒いな、ここ中寒いよね、中は寒いですね、冷やつるね、中寒いよ、すげえ中すげえ寒い、寒いめっちゃ寒いんだけど、ちょっと薄くなってきた、電波若干、ここ寒い時はラーメンがいいね寒いからね、かかったかかったこんな雰囲気ですよ、皆さん来てる、こっちの方が暗いよね、これ LED はありますけど、こんな感じ、明るくするこんな感じ、ね、ね、近所迷惑、なんかここ廃墟っぽいよね、あ、遅延発生した電波が、こっち側くれたらダメなんですよね、向こう側行って駅なんですけど、なんだろう、民家あんだけどね、普通ね、うん、一瞬だけどね、心切れた、切れた、切れましたマジですか、AU だからね、ダメダメ、薄いっすけどね、どこもね、若干こっち側はダメだね、うん、向こう行きますか、じゃあこっち側ね、はい、こんな感じ、ちょっと薄くなってきたからこっち行きましょうか、
なんかあんのかな。うわ、昼間だ。昼間。昼間でしょ。落ちた。ささやく霊、さまよう。トンネル。もしかしたらパチッとね音鳴ってますよ。ちょっとナイトショット入れましょう。緊急生放送です。緊急どこも安定、ちょっと薄かったですけどね、どこもね。まあ切れやしないかな。ね、全然そうだよね。 逆向かうとね、すごいよね、なんかね。そう、ここです。皆さん、ナイトショットがまた雰囲気を乱してくれます。安定のどこですか。こんな感じ。あー、でもちょっと若干寒いかな。まあ雰囲気あるよね。一瞬止まるね。ステッカーも今あとね2枚。反射ステッカーあと2枚。結構あるんだよ。あるんだけど、営業ですね。どうかな。ちょっと行きましょうかね。ちょっとこの辺で。この辺でね。皆さん、反射ステッカーです。ここもちょっと若干分かないかな。一瞬消えますな。こんな感じ。ステッカー。ね。なんか女の子。反転どこ？平均中。結構ビデオカメラのあれでしょ、ライトの明るいでしょ。めちゃ明るいです。でもこんだけ撮られてる。めちゃ明るいです。明るいでしょ。ね。まあ、ね、あのトンネルはね、中もそうだけどね、この入り口のね、この感じがまたいいですな。ね。バイクが来た。ね、あ、ね、ちょっと近づくと電話もね、うん。ダメですか？うん、この心霊由来は何だろうね。乗ってるよ結構。ここの心霊の由来はまあ俺もよく分かんないんだけど、ネットに載ってるよね、インターネットね。由来ね、まあ女性が出るとか ね、少女が出るとか分かんないけど、うん、女の子の霊が出ます。女の子の霊が出るってらしいっす。でトンネルの中で、うん、車のエンジンが止まります。止まるそうです。嫌な段階に止まったらね、不具合がいろいろ発生するようです。やばいか。今のところ大丈夫ですか。音声もトンネルを出ると大丈夫がなくなるね。トンネルの中はかな、風が抜けてますな。その分ちょっと寒いね。まあライト消えてたらね、結構雰囲気あると思うけど、結構車通る ね、 ね、この時間で結構車通りますわ。
車が通る寒い。寒いっす。お、ちょっとこう。やっぱり吐く更新をしましょうか。はい、OK ですかね。この上の閉鎖してるところが気になるんですけど、ね、ここ上がっていくと、右側、門が閉まってて通れないようになってる。あ、そこがちょっと気になる。なんかあるんですね。通ってて。うん、え、歩いていけんの？そこを階段登っていくだけで。登っていけば右側に閉まってるところがある。トンネル？いや、トンネルじゃなくて、もうなんか、ここからこう、入ってきてるゲートになる。ゲートになってんだ。じゃあ、じゃあ。ね、ゴルフ場の敷地なわけだ。ウィンドウズアップデート来てる？マジ？で、ちょっと向こう行ってみようか。向こうかね。ちょっと向こう、うん。なんかそこ右回るとなんか歩行者用道路あるでしょ。そこの階段登っていくとあるね。あんの？なんかそこがちょっと気になってて。なんかいるのかな？と思うんだけど。これ？この階段登っていくと。あんの？その先 U ターンするとこもあるでしょ、なんか。こんな感じ。なんだろうね。いつも自分参考コースでここ登っていくんですよ。うん。グレーってます。なんかあんのかね。夜しか通んないって全然わかんない。わかんない。明るいでしょ。ここ？これ？もう一個上がった。あ、どれ？来ました、来ました。いらっしゃい。封印された階段。明るいでしょ。昼間でしょ。これは突っ込んでこれないでしょ。突っ込んでこれない。何でしょこの明るさは。上の右側。あ、上こうなってんだ。あ、これね。なんかの印じゃないの。この道通行止めなんだ。昔のやつなんだよね。あ、本当はこっち側が取れたんじゃない？昔は。うん。ね。ほら、旧道じゃん。旧道。ね。だから、廃道ってやつだよ。廃道ってやつだ。ここね、富士塚トンネルのとこ上だね。大丈夫ですか？危ないですよね。あ、なんか、だから昔の道路じゃない？だから、新しいのできちゃったから、ね。ね。昔の道路か。うん。時計所の首塚ある？夜景ね。廃道ですね。白っぽいですね。なんかね、もやっとしてるよね。もやっとして。あ、ほら、落ちた。うん。でもうめちゃくちゃだなこれ。もうバッテリーはなくなるわ、電波ないわ。もうバッテリーないですか？うん、おずっとほら車でね、100% キープしてたんだけど、はい、うん、急に、うん、もう寒いからかな。あ、それもあるかもしれないですね、うん、スマホのバッテリーの話なんですか？そう。マジですか？冷笑なんだろう。あ、Wi-Fi、 あのあれか、 Bluetooth で、うん、あれやったから余計に電池食ったの、うん、こんな感じ。はい、上杉、ふててまーす。こんな感じですよ。こっちも大丈夫だね、バッテリーは。 GoPro は大丈夫か。うん、大丈夫ですか。もともと Wi-Fi 飛んでたら、これも消そう。そういうのもあるのかもしれないですね、うん、もうどこで行っちゃうか分かりません。ここなんか雰囲気いいね。ね、舗装されてるんだけども、うん、昔の道路ですね、なんか ね抜けてんだよね、うん、多分だから。この向こうは何？この向こうは普通に道路です。ここまでは来れんだ。ここまでは来れます。あ、じゃあこういうふうに撮ってて昔は、はい、こういうふうに行けたんだけど、新しいのできちゃったから、はい、もういい、もう終わりにしようってことかな。ここが出口ですね、富士塚トンネルの、うん、ここね、右側からね、裏口で交通量が多くなっちゃったんだ。ここね、そうなの、富士塚トンネルって神奈川県閉鎖したのかもしれないね。ね、富士塚橋だね。ね、新富士塚。平成式ね。もったいないね。ここまで行けてね。ライトもないしね。ラスコ飛んでんだよ。ほら、ありがとう飛んでる。うん。
雰囲気あるでしょ。ほらよく見えるじゃん。ね。こうして見るとトンネルの上はどうか。うん。あそこも何なんか上階段があるんだね。寒いな上。ねえ、こんな感じ。うん。じゃあ下に降りますか。そうですね。だ昔こっち撮ったんじゃないですかね。はい、でそれで行けるようになったんですよね。で新しくできちゃったから、はい、もうやめようって感じじゃない。老朽化してるし。ね。あ、足に上がってる道もある。ね、ありますもんね。これ楽しいねこの山。ねえ、この山。これはまたあれが不気味じゃないなんか。ねえ。戻ります。よいしょ。ちょっとね、楽しみました今日。ちょっと。あ、来ないねでもね。あ、だ来ない。もっちゃんさん来ないじゃん。どうしたの？もっちゃんさんどうした？もうそろそろ横浜新道って言ったから、まだか？もっちゃんさん。いないよね。じゃあもうちょっと手でする？もうちょっとそこで雰囲気見てて。じゃあ前のやつ、前ね、うん、昔のやつ、これ手作り。あ、ね、今日はね、うん、若干しかないですもんね、うん、今日はいいよ。あれビュービュー吹かれたらね、辛いよね。この間寒かったですね。この間本当寒かった。太陽みんな持ってかれるからね。持ってかれる。こんな薄着じゃない、うん、うん、ねえ定点カメラです。ね、ちょっと。ナイトショットに行こうかな。定点カメラ。ちょっとズームする。あれ、いかねえ。ズーム、あの、インボクションだ。怖いぞ。昔はもっと雰囲気あったもんね。あ、すごい、1時間で400人、ありがとうございます皆さん。すいません、どうも。冬の寒い中、心霊スポット巡りをしてます。今日はね、この1本だけなんですけどね。また金曜日にちょっと考えてどこ行くか、その日に。その日に行きたいとこに行く。この辺も夜中ですけど、ほんと雰囲気ある。あるよね。昔来た時もあっち側から来たけど、やっぱり雰囲気あったんで。攻めとこ行きましたよね、なんかね。うん、向こう攻めとこから来た。なんか工事現場みたいなところ、うん、そうそう。もう引っ越してすぐは結構金縛りだったり、あとうなされたりしますっていうのが最初の頃。ね、この辺だってなんかね、あるよね、なんかね。土地が悪いんだね。うん、交通量多いよね、でもね。うん、なんかあんだろうね。一番しっかりしてそうでバスとか通ると家が揺れたりとか結構いいですよ。マジ？この辺は。そんなに？ガラスとかガタガタ。でもね、ちょっと落ち着いた。